はい皆さんこんにちは <coughs> えっと今日はこうなんか楽しいことをしたいなと思ってうんえっと自分が結構好きなことは写真を撮ることなんですね。でえっとちょっと今ねあの自粛期間とかで外にあんまり出ることがなくて。 外の草花を撮れる機会があまりないんですけどもまあ以前の写真を使って、えー、この写真を私がどんな風に撮影したのかを、えー、おしゃべりしていこうかなと思います。はい、えー、っとですね私が使っているカメラは、えー、一眼レフカメラですね。はい 結構重くて、うん、えっ、ー、とですねで、メーカーなんですけども、メーカーはニコン,ニコン製ですね。で、機、え、種、ー、がデジタルカメラの、えー、D の何だったっけな、これは D の7000だったかなですね。 だったかなちょっと待ってくださいね。よいしょ。D のあ、違うすいません D ので,す、ねはい、で前が D の7,000だったのかなその時はですねこのえっとファインダーじゃなくて液晶か。 液晶モニターがもう固定されてて全く動かないタイプだったんですけどねちょっと今の1年ぐらい前に買い替えて今はこの液晶パネルがなんか上下左右こう傾きが変わるんですよねすごく撮りやすいですあの結構草花低い位置にあるのでこの液晶が動かないと あの画面が見づらくてですねなので結構この液晶が動くタイプは助かってますねでえー、っとちょっと待ってくださいねいはいえは、ー、いでえー、っと私も最初大体20年ぐらい前に。 あの看護師をしてたんですけどその時にもらった最初のお給料でですねあのカメラを買ったんですねその時は、えー、とフィルムカメラを買いましたかねえっ、ー、とニコンとキヤノンで迷ったんですけどあのニコンのシャッターを押す時のあのシャッター音がすごく心地よくて それでニコンに決めましたね、うん、結構今となってはキヤノンが優勢になってる感じはあるんですけどねで一回キヤノンに変えてみたことがあったんですけどやっぱりこうなじまなくてですね <laughs> ニコンに戻りましたねと、うん、いうことでえニコンのカメラを使ってますでレンズは今は2本 ですね、えっとマクロの、えー、180以前はマクロの90も持ってたんですけどちょっと壊れてしまって、えー、マクロの180とあとニコンは、えー、望遠レンズを1本えー、っと望遠系が3百七7 0 3 0 0だったかなうん。 の本です、ね、の、えー、レンズをを本本とマクロのを1本もうほとんど今は73001本でいってますね。マクロもほとんど取ってないですね。結構マクロの180はあのレンズだけで重くてですね。うん、<laughs> 持ち運びが大変っていうのがあるので。 私はもう30070301本でほぼほぼ撮影している感じですね。はい、で、えー、っとカメラレンズはそれぐらいかな三脚は常時使ってますね私撮影する時手持ちで撮るともうブレブレになるのであの筋肉が全くほぼほぼないのでですね。 ワちゃんでうん三脚必須ですね重いですけどもう持ち歩いて三脚据えてゆっくり撮影するスタえっとそしてカメラレンズ三脚はお伝えしましたねうんそしてえっ、ー、とこの写真を撮ったのは えーっと時期,時期的には、えー、10月10月11月ぐらいですねそしてえっと晴れた日の夕方3時ぐらいでしたねはいえっともう11月ぐらいっていうと結構日が傾い三3時だったので 結構もう西の方に落ちてる感じですね。なので、えっ、ー、と、夕日を、夕日っていうか、太陽を背に、背じゃない、真向かいに置く感じで、逆光気味で撮ってますね。いや、半逆光かな。うん。大体いい私の写真は逆光か半逆光が多いですね。うん。 巡光で撮ることはあんまりないですね。こう逆光で撮った方がこう露出は大変なんですけども露出調整はですねそうこのなんだろうふわっとした雰囲気を出すのは、えー、逆光の方が出ますこう影が出やすいとか暗くなりやすいっていうイメージがあるんですけども そこをあえて逆光にして、えっと、露出補正をしないと画面がやっぱ暗くなるんですよね明暗差があるので。なので、えっと、露出補正をプラスうんと 1, 1以上1から1以上ですねにすると、えっと、画面がふわっとなって 明るくなってこういうい雰囲気に仕上がります、ね、なのでまあ私の写真だいたいそういう撮り方が多いんですけども逆光半逆光で、えっと、太陽と向かい合わせぐらいがちょっと斜め前に見る感じに太陽を置いてで被写体をその真ん中そしてその延長線上にカメラっていう位置配置ですね。 そして、えっと、露出補正をプラス側にかけてあげる、うん、私大体いいファインダーを覗きながら撮るタイプではなくてあの目がそんなに良くない人なので、うん、あのファインダー覗いてちっちゃいあのファインダーのちっちゃい画面でピントを確認するとかいうのがもう ピントが合ってるのかかよくわらないんんでですすよねメガネかけけてるんですけどなのでもうファインダーじゃなくて液晶で確認してるんですけどもその液晶があの、えっと、露出補正をするとそれに連動して液晶画面も明るく変わっていってくれるのでイメージがつけやすくてだいたい私イメージで撮ってるので感覚で <laughs> こう厳密なこう緻密な計算があって で,ではなくて感覚的な人間なので感覚で撮ってるんでですね視覚的なものとか聴覚的なもので心地よいというものを撮ってるので、うん、そういう撮り方なんですけどもそういう補正を挙げてますはいそしてえー、っとカメラうんと 三脚の高さはなるべく低く、えー、被写体と同じぐらいの高さに設置しますね。同じかそれよりもうんちょっと下ちょっと上ぐらいですね。あんまりこう高すぎるとちょっと違う感じになるのでうんそこら辺は注意してますね。あとはえっ、ー、と。 被写体からカメラまでの距離ですね。うん。えー、っと、被写体をどれぐらい前、三脚のどれぐらい前に配置して、そこからどれぐらい離れたところに三脚を設置するか。被写体と三脚までの大体の距離なんですけども、と私の使っている7300だと、 えっとだいたい一メートルぐらいだったかな。だいたい一メートルぐらい。一メートルちょっとかな。うん。それぐらいを感覚的に開けて取ってますね。だいたいもうあの九十センチからその辺ぐらいから始めて、こうピントの合う位置をもう探っていく感じですね。あここピントあった。これぐらい離れれば。 最低距離ここぐらいでだいたいピントが合うなっていうところのギリギリのところで撮ってますねうんなのでだいあの被写体から 1m ぐらい離れた感じで三脚を設置してそこから微調整して撮ってる感じですねそうするとす、うん、結構望遠レンズなのにそんなに近づいて撮るんだっていう感じなんですけども うん、そうするとこう周りがいい感じにぼやけて主役がが引き立つ写真が撮れるんですよね、うん、もうなんか最近はその撮り方が多いですけどねちょっとまた別のね撮り方もやってみたいなっていう気にはなってますけど、うん、草花撮るにはそれがなんか今一番しっくりきてる撮り方ですね。 まあ、他の撮り方も研究していいきたいですもっと周りをぼかして主役を際を立たせる写真とかもあるのでそれをどういう感じで皆さんがどういうレンズを使ってどういう撮影距離で、うん、撮影されてるのかそういうあのね本とか教科書とかあればね <laughs> いいなって思うんですけどねなかなかそういう撮り方の教科書にあんまり見当たらないんでね。 より研究しながら撮影してますけどもはいそうですね、えー、カメラレンズ三脚撮影の距離をお伝えしましたね三脚の高さとかもお伝えしましたねあと露出補正もお伝えしましたねあとは何だろうなうん とはもう素敵だなって思った瞬間をパンと撮るそれぐらいですかね、うん、あと色彩ですねうんこう目で見てあそこがいいなっていう風な決め方では私なくてですねどんな風に撮影これ撮ろうって決めてるかって言ったらあのファインダーじゃない液晶もう常に液晶を見ている感じですね 液晶で、あの目で見,見る感じと液晶で見る感じで全く違うんですよね。へえ、カメラを通してみたらこんな風に見えるんだっていうね。それが楽しくてですね。そして、あの、写真にハマったんですね。写真撮影に。へえ、こんなに綺麗に見えるんだ、カメラを通すとっていう世界が大好きで。なので、 あの実物を見て撮るところを決めるというよりかはあの液晶を見て素敵だなって思った瞬間を素敵だなって思ったところを撮るみたいな撮り方がをしてますね私は。なのでこう人にこうお伝えするっていうことがですねあんまりこうできないんですよね。 こうなんだこういう理論上のもとこういう感じで撮ってますよっていうものではないので自分の感覚みたいなもんなんでですねうんその液晶が見せてくれる景色に感動してシャッターを押す感じですね。 うん、カメラってすすごいですね私たちの目ではピントがあってくっきり見えてる風景でもレンズを通してカメラを通して液晶を通して見るとふわっとぼやけてこう温かい雰囲気で液晶に映し出されてるんですよね。それを見,見るあの 時の気持ちよさ。さわあ、綺麗だなあっていうね。それが大好きで。うん、シャッターを押してる感じですね。はい。まあこんな感じの説明なんですけども。ちょっとはあれ？参考になっていただけたら嬉しいなって思います。はい。なので！ あのー、もしよ,よかったら、えー、と一度お試しいただけたら嬉しいです、はい、では、えー、今日はここまでです、はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございましたまた次回もお会いできることを楽しみにしていますありがとうございます そし,たらそしたらですねはーい。